こんばんは、直樹さん、あれだ、蚊取り線香、ありがとう、シロタンも、ハートと、だるまと、ありがとう、ショータンもハートありがとう、あ、やっと来れただって嬉しい。こんばんは、待って、テロップ書こう。今日すっかり告知忘れてたんですけど、ビンゴがあるんです。 AK ビンゴ久しぶりに出ます。カピちゃん、あれや、蚊取り線香ありがとう。字が書けません。見てね。見てねー。すいません、電池がなくて、電池がなくて、あれです、充電しながら、あ、11%まで来ました。いい感じかな。カップくん、ハートありがとう。ヨスさん、タコありがとうございます。ひろふみさんもありがとう。アラヒトさんもかわいい、ありがとう。川柊さんも蚊取り線香ありがとう。マサハルさん、ハートありがとう。そう、今日なんか左利きの日らしいんですけど、そうなのかって感じですね。なんか、あ、そうなんだと思って。サーモンさん、暑いね、ありがとう。ディージェさんも蚊取り線香ありがとう。あ、チーム4かな。そう、これあれですよ、さーちゃんの、カフェイベントの時のやつです。こんばんは。やあ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 、そうだ、あと、あ、そう、敦賀気比勝ちましたね。全然そう、リアルタイムでは見れなかったんですけど、びっくり。なんかあれだ、ジュラチックさんのツイッターで、やった、敦賀気比1点先制ジュラみたいな、なんかそれは見れたんですけど、それだけ見れて、で、何にもその後情報なかったんですけど、そう、試合終わって19対3みたいな、みたいな、びっくりしましたね。待って、もうすでに携帯が熱くなっている。元気さん、ハートありがとう。チキさんも蚊取り線香ありがとう。アーボーさん、タコありがとう。こんばんは。そう、私左利きなんです。そうなんです。ヤシユキさん、今日誕生日でしたんだって。おめでとう。あと10分もない、10分もあるわ、あと50分ぐらいか、50分ぐらいだけど。 おめでとうございます。ケーキは食べましたか？素敵な一年になりますように。こっちさんもかわいい、ありがとう。わさびろさんもだるま、ありがとう。トールさんや、アムロトルさん、あれ、アバター変えてね。タコありがとう。こんばんは。そうそうそう。 そう、あれだ、杉田くんサイクルヒットしたね、すごい。 敦賀気比に19点取られてピエンチやんだって。申し訳ない。でもあれだ、北陸3県なんか全部ベスト16ですよね。違ったっけ、なんかそんな情報が入ってきたんですけど、それは気のせい 気のせいかなとか言って、どうなんでしょう。でもそうだよね、そう、史上6人目のサイクルヒットだって、杉田くん打ちすぎたねだって。めっちゃ面白い、いいよそのコメント。 杉田くん打ちすぎたねだって。でもあれだ、チーム全体で22安打とか言って、打ちすぎじゃない？だから初戦はなんかそんなことなかったじゃないですか。だからなんか19点も、そう、2試合目で取ってさとか言って、なんかすぐあの頃思い出しましたね。あの時は、あのね、私がまだ高校生の北選手、岸くんの時、あれ、岸くんで名字合ってるかな、忘れちゃった。その時優勝できなかったんですけど、敦賀気比が優勝する前です、が高校生の時優勝したんですけど、その前の世代のなんかね、めちゃめちゃ打撃が強かった時代があって、なんか、そう、次も頑張ってほしいですね。次はどこだっけ？どこと当たるんだっけ？仙台育英か、どっかの勝者と当たるみたいな、確か。そんな感じでした。私の記憶が正しければ。え、久我山、今日の気比の対戦相手、弟が通ってただって。確か今日甲子園に見に行くって言ってただって。なんかごめん なんかごめんとか言って。高弘さんもハートありがとうございます。あら、こんばんは、だって。こんばんは、皆さんこんばんは。あ、仙台育英か、鳴門高校、合ってますか？鳴門？山口県代表かな。そう、あ、さとちさんや、さとちさん、タコありがとうございます。そう、敦賀気比、そう、春に優勝したんですよ。私が多分高2の時かな、高2の時だと思う。
で高1の時のチームかな、確かめちゃめちゃ打線が強かった、なんかポコスカ打ってた時があって、タコありがとう、しんちゃんもタコありがとう、そうですよね、あ徳島だって、鳴門高校徳島県代表だって、なるほどね、あ明日の第一試合の勝者と当たるんだって、へえ、何回 何日だろう、あれだ3試合目、マデさんかわいい、ありがとうございます、和也さんもバラありがとうございます、頑張ってほしいな敦賀気比、あ多田さんだってヤッホー、こんばんはこんばんは、あ高弘さんや、高弘さんあれだなんだっけ、タコタコありがとう、ねえねきねこさんも塩坊主さんもハートありがとうございます、多田さん高校野球詳しいですか、だって全然詳しくないですね全然詳しくないな、そうあんまりですね、そうまあ敦賀気比応援してるみたいな、本当にそれだけ、そう本当にそれだけだから、あんまり詳しくないんですけど、そうなんか今なんか誰なんか注目なんかどこどこのあの子が注目選手でとかそういうのは分かんないんですけど、そうシンプルに敦賀気比を応援してる感じ、赤いレッドサンさんかわいい、ありがとう、あ黒船さんもタコありがとう、ひろっちさんも熱いね、ありがとう、そうなんだ、分かった了解、こんばんはそう地元はね、そう応援しちゃうよね、分かる、そんな感じで、あれでサステナブル、あれです、再販が始まった、いつの間にか再販が始まったみたいです、またメールを送りますね、メールも送るしツイッターもあれです、投稿します、ファンタさんタコありがとうございます、石川星稜の奥川君注目だよ、だって星稜午後今日でしたね、星稜も今日だった、第2か第3かあれ分かんないけど勝ってましたね、よかったです、ヨレックスさんハートありがとう、かわいいありがとう、あ再販ポチポチしたよ、だって嬉しい、ありがとう、今日知ったけど敦賀気比って読むのね、だってそう読めないよね、敦賀気比だよね、読むってなったら、そうでも敦賀気比なんです、かきくけの気比なんです、ポチリ済みだって嬉しい、ありがとうございます、あ昨日のさ、昨日じゃないわ、昨日か、あれ私昨日公園出ましたよね、あれ公園出たの昨日だっけ、昨日か、昨日ね、あのお手紙が届いてて読んだんですけど、すいませんサステナブルキャラに支払い忘れてましたみたいな手紙に書いてやって、そうぜひ再販、そう支払い忘れた方もぜひあの再販でね、ぜひぜひあの取ってくださいっていう感じです、そう北陸勢めちゃめちゃ頑張ってる、ひでちゃんタコありがとう、ひろふみさんもハートありがとう、そう支払い忘れましたすみませんみたいな書いてやって、あそうかと思って衝撃でした、あキャラにシャラちゃん怒っちゃうぞ、そうだぞ怒っちゃうぞ本当に、どんちゃんもハートありがとう、再販申し込んでるってありがとう再販で追加分取りたいんだけど背中押してくださいだって、はい、え背中押してくださいだって、え待ってるよ待ってるありがとう、よかったらよかったらっていう感じです、そうあ再販追加しようか今迷ってるだって、でもあれですいろんなものと相談しながら、そうスケジュールとかお財布とか相談しながらそう別にあれです、そんなあれだ、や安いものではないですからね、そう皆さんいろいろと考えた上でよかったら待ってますそうあそれでなんですけど、そう今日あれなんですけど、萌えキュンさんの卒業公演見に行かせていただいてたんです私、そうであんまりそうあれですよね、ショールームとかでも喋ったことないから、え萌えキュンと仲いいのみたいな感じだと思うんですけど、そうなんかでも結構お世話になってて、私だけじゃないんですけどね、あの総選挙あったじゃないですか、総選挙あった時になんかドラフトさん来て、なんか萌えキュンさんがなんかドラフトさん来てみんなにあれです教えてくださったんです、振り付けを、快速と動体視力のやつ、動体視力の振りがあれは当日かな前日かな、多分前日だったと思うんですけど、なんかドラフト生のねみんなで練習してたんですよ、その裏で
練習してたら萌キュンさんが来てくださって、なんかみんなにそう丁寧に教えてくださって、あ、じゃあみんなでやってみようって言って、そうなんかチェックみたいなしてくださって、あ、ここ間違えてたよ、ここ間違えてたよ、でこここうだよみたいな感じで、そうめっちゃ教えてくださって、そうめちゃめちゃいい方なんですよ萌キュンさん。そう、それでいつかな、でチームが違うからなかなかなんかね、一緒になんかステージに立つとかそういうのはあれなんですよ、できなかったんですけど、超クレナさん卒業公演で私見に行かせていただいたんですけど、その時萌キュンさんも来られてて、それでそうバスが一緒だったんですよ、バス乗って、あ、見学行くん、タラちゃんも見学行くんだねみたいな、そう話しかけてくださって、そうなんですよみたいな。でそしたらなんかそうソラさんとさ一緒にご飯行ってたりとか、そうめちゃめちゃ後輩の面倒見がいいんですよ本当に。そうなんかもっとなんか言えばいいのにって感じですよねっていうか、もうあれですけど卒業されちゃったんですけど、そうヒゲじいや、ヒゲじい花束ありがとう。そうドラフトの先輩でもあります、そうなんです、ドラ1のあれだって5年と9ヶ月とかおっしゃってた気がする、今日の工場のアンコールのあれ確かね、そうそんな感じそうでも私知らなかったんですけど、そうサッキーさんと萌キュンさんが仲良かったっていう、そう知らなかったんですよね私。そうそれで思い出のほとんどでサッキーさんがステージに出てこられて、あれサッキーさんだと思って、本当に イメージがなくて、そう知らなくて、あ、ママだと思って。でもドレスがめちゃめちゃ綺麗でした。ね、ひと夏の思い出って萌キュンさん のセンターの総選挙の曲ですよね、あれ君はってやつ、麦わら帽子トゥ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 みたいな、すごい好きなんですけど、あの曲。そうそれでなんだっけ、あ、梅ちゃんや、梅ちゃんハートウォーキング、それでそうで、めちゃめちゃ萌キュンさん歌が上手だったし、そうドレスもお似合いで、そうその曲のひと夏の思い出の衣装をなんかリメイクしたドレスみたいなっておっしゃってたんですけど、そう近くに行ったらもうなんかピンク色でちっちゃいお花がたくさんついてて、めちゃめちゃ綺麗な、そうめちゃめちゃ似合ってたんですよ。そうそれでなんていうんですか、目撃者公演、その前にっていうか、そう萌キュンさんのパフォーマンスすごいあれでした、もう釘付けでしたね。そうなんていうんだろう、いいなーってなった、自分もなんかあんな風に踊りたいなーってなりましたね。そうそうそう、背も高いしすごいスラッと、手足も長くて、そうスタイルが良くてスラッとされてるから、本当になんていうんですか、映えるんだから、どこにいてもあそこにいらっしゃるみたいな感じで、すごい存在感があってすごいいいなってなりまして、ダンスもすごい私の好きなダンスでしたそう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 、で私そう目撃者公演は私初めて見に行ったんですけど、なんかいいですね、何回も見たくなる。いやどの公演もあれなんですけど、どの公演もなんかね見たくなるんですけど、なんかね、なんか見たくなるの、なんかベクトルが今までの公演となんか違う公演だなと思った、目撃者公演って。なんかもっと、なんか私そんな何にも、ほぼほぼ何にも知らずに、なんかセットリストちょいちょい知ってるぐらいで行って、そうだからなんか次見るときは、なんかそう歌詞とか、なんか歌のそう歌詞とかも見てから、なんかもう行きたいなって、何回も行ってなんかどんどんなんか掘り下げてっていうかふみさんだるまありがとうございます、ひでころさんもバラありがとうございます。そうなんか引きつけられるんです、なんかね、そうハマるんですよね。そうなんです、推しメン関係なく単純に見てみたい目撃者公演、そう本当になんか見てみてください。そうなんて言うんですか、簡単に言うとスルメ公演っていうのかな、わかんないけど、スルメ、でも私一回でもなんかあいいなってなったけど、そうなんかねまた来たいなって、なんか他のさ公演ってなんかあすごいなんか元気もらえたからまた行きたいなって、そういう感じ
だと思うんですけど、なんかそう、それとはなんかまた違う意味でまた行きたいなっていう感じだったの、目撃者公演。そう、あ、目撃者公演初めて見た公演だからまた見てみたい。だってそう、めちゃめちゃいいですよ。あ、ひろきさんかわいい、ありがとうございます。そう、今夜の AK ビンゴ出るんです。そう、メールで何も送れませんでした。そう、今日ね、ちょ、そう、充電器持ってくの忘れちゃって、うん、絶望でした。何にもできないじゃんと思って、で写真撮りたかったんですよ。あのスタンドフラワーとかめちゃめちゃ綺麗だったんです、カラフルで。そう、萌えきゅんさんの卒業公演のね、フラワースタンドが、スタンドフラワーかめちゃめちゃ綺麗、写真撮りたかったんですけど、カメラパッてアプリさ触ったらさ、なんか電池残量少ないのでカメラ起動できませんみたいな言われて、マジけーみたいな撮れんやーみたいな感じで、ちょっと結構ピエンちゃんでした。タクロウさんハートありがとう。でもあのあれだ、その前にまだそのあれだ、ステージ上でなんかみんな記念写真みたいなの撮ってたんですけど、そこはあれだ、撮れたからここは撮れたから良かったなって。そう、でもあれだ、そう、スタンドフラワーの写真は撮れなかったから、それだけがちょっと心残りかなっていう感じ。直樹さん、タコありがとうそうね。あ、渡町さんも可愛い、ありがとうございます。そう、誰かに送ってもらいましょうね。本当にそれ、え、でも本当にね、スタンドフラワー綺麗だったんです。めちゃめちゃ大きくて、それで私ね、あの名前のコール弱いんですよね。弱いんです、名前の、あのさ、わかります、名前のコールどこでかかってたかな、でもパイオニアでかかってましたね。パイオニアのラストのとこで、あの、もうえけん、もうえけんってかかってましたね。私、名前のコールめちゃめちゃ弱いんで、だから泣いちゃう。それだけで泣いちゃう。なんか名前、だってもうさ、ファンの方もさ、もう最後じゃん。もう最後だからさ、その子の名前をさ、もう叫ぶじゃん。もうなんか、あーって、名前のとこね、あーってなっちゃうんですよね。あー。そう、あーって。あー、いいわーってなった。そうそうそう。それで、あと、あれです、面白かったですね。あの卒業セレモニーっていうの、なんて言うんだろう、下尾美優さんが仕切りをされてたんですけど、めちゃめちゃ段取りあの忘れられてて、めちゃめちゃ面白かったですね。そう、あのあれだ、よかったらオンデマ見てみてください。え、本当に面白かったですずっと泣きっぱなしになる。だってでも分かる、卒業公演ってさ、だってさ、もう一曲、なんていうの、一曲一曲さ、もう全部最後じゃん。そう、なんかね、もう出てきた瞬間から泣いちゃうね。あ、もうこの曲見るの最後だなって、あの子が、推しのあの子がこの曲パフォーマンスしてるの見るの最後か。それがだってずっとさ、オープニングからずっと続くわけでしょ。しんどいよね、悲しいそうあれ笑ったけど泣いた。だって、あ、でもなんかすごい、あ、チーム A なんかあれだ、なんて言うんですか、なんかあんまりっていうか、そのなんて、あんまりそのイメージがなくてっていうか、そう、なんかそんなに、なんて言うんだろう、うまい日本語が出てこないんですけどすごいなんかあったかいチームだなって思いました。なんかそういうイメージなかったんですよ、チーム A さんって。あんまりなかったから、すごいなんか、あ、すごい素敵なチームだなって思いましたあとなんだっけ、あのね、あ、そうなんだって、卒業公演は泣くから意外と声が枯れないんだぜ、豆知識だって。あ、そうなんだ。そうか、でもな、あ、そうなのか、ちょっとあれか、あれだ、勉強になった。スーパーのぞみ2号さん、かわいい、ありがとうございます。そう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 思い出のほとんどって200%泣けるやん。だってもう、そう、めちゃめちゃ素敵だった。で、あとそう、普通にあれですっていうか、そのあの見学者って上手側で見てるんですけど、マイケルさん結構上手が多くて、すごいあれでした、嬉しかったですね。そう、あと本当に最後の最後に
あれです、その愛しさに入れて、それあ、かっこよかったですね、見て迫力があってすごかった。あ、オンデマで見てるとどのチームも良くて困る、だって全部見なくちゃいけなくなる、だって嬉しい。あれ、なんかあれ半額キャンペーンみたいなのやってませんでしたっけ、あれ気のせい、全然違う話全然違う話とか言って、あれ半額か、あれどっかで見たんだけど、どうでしたっけ、忘れちゃった。ぜひ皆さんオンデマ見てくださいね。そう、それであと、そう、あのミャオさんめちゃめちゃ神手多くて、おう、ミャオさんだってなったあ、コジッキーさんや、コジッキーさんもハートありがとう、おじおじもハートありがとうございますそう、なんかあと今日ね、そう、リハがあってですよ、チーム A さんもリハがあったんですよ、ツアーの。それでその時にお会いできて、あ、今日見に行きますねみたいな。じゃあ本当は生誕祭行きたかったんですけど、多分行けないんで今日あれです、見に行きますって。別にミャオさん見に行ったわけじゃないんですけど何ですか、でもいろいろ重なってっていうか、そう、あの萌木さん卒業公演もだったし、あれです、ミャオさんはついでみたいな感じですね。いや、そんなことないですけどね、そんなことないですけど、そう、多分きっとそう、ミャオさんの生誕祭見れないだろうから、そう、見に行きたいなと思って。ちょっとお先に、ソラさんや、ソラさんハートありがとう、梅ちゃんや、梅ちゃんタコ大きについでじゃないよ。前に集合写真撮るみたいなで、集合写真撮り終わってミオさんが話し出さないといけなかったと思うんです、次が最後の曲ですみたいな。それでもそう忘れちゃって、思い出して、あ、そうだ、前しか向かねえ歌うんですみたいなで、そう言っちゃったんです、先に曲名を。それでこうなんか、あ、言っちゃったみたいな空気になってたんですけど、そこでそうミオさんがすごいフォローされてて、さすがだなって、なんですか、こうあーってなってた空気をこうって盛り上げ、一瞬でね、そのミャオさんの一言で、いやでもそのあれだ、ファンの皆さんがその前しか向かねえよ聞く気持ちになったし、コールも思い出したからみたいな感じで、その一言であれです、もうまた劇場が一気に盛り上がって、そう、あ、すごいなと思って、ミャオさんね、さすがベテランね、なんかすごいなと思いました それ見た、だって、そう、あれだ、でもあれです、ぜひ見てください。で、思い出してはないけど、あれだ、ソラさん、そう、ソラさんが目撃者出てっていうか、そうメンバーだったんです、本田ソラちゃんが。そう、なんかよかったですねよかったですねとか言って、よかったですねっていうか、うん、よかったです。なんかすごい、なんかなんか私結構、わかんないですけど、私だけが思ってるかもしれない、私とソラさんってなんとなく似てませんか、パフォーマンス。そんなことないですか、そんなことはないと思う、いや、どうだろう、なんですか、グループ的に一緒だと思うんです、くくり的な、なんていうんですか、どう思います、勝手に私が、あ、そうでもない、あれ、そうでもないかな、そうでもないのかな、なんか、あ、全然似てない、え、あ、なんかね、とりあえず話すと、なんかね、その、そら、なんかそう、ちゃんと踊るんですよ、なんかこう、正確に、ちゃんと踊るみたいな感じ、だったんです、今日も。そう、今日も。で、そう、それで、そう、私もなんていうんですか、結構なんか、自分で、アレンジしたりとか、あんまり好きじゃなくてっていうのもあれですけど、結構なんか本当になんかちゃんと忠実に踊りたい人なんです。そう、だからすごいなんかソラさんのパフォーマンス好感が持てたというか、そう、でも別に何ですか、アレンジがどうのっていうか、そう、なんかあれですよ、いや、いいなって思うし、そういうのしてみたいなと思うんですけど、そう、なんかね、そういうところはなんか
あれだなってなんか割と似てるかなって。そうです、終わった後もソラさんとちょっと喋ったんですよね。すごいあれだ、好感持ってたよって言って、そうなんか似てるかもねって、そういう話はしました。どう思います？そういう似てる系どう思う？なんかちゃんと忠実に、忠実にって自分で言うのもあれですけど、ランちゃんとかも全然違うじゃん。全然違うことはないけど、でもランのダンスはまああれや、いやランみたいに踊りたいなと思うけど、そうなんかね、なんていうのお手本、結構お手本通り踊りたい人なんです。そうで、多分ソラさんも見た感じそんな目撃者の振り付けそんな詳しくないからあれですけど、あきっとソラさん合ってるんだろうなと思って、そんな感じでよかったですね。ソラさん好きだった。オレンジちゃんや、オレンジちゃんハートたくさん、ハートたくさんありがとうございます。そうランちゃんはアレンジ聞いてる、アレンジ聞いてる、そうそうとか言って、そうでもなんか難しいんですよね。なんかそうでもその話をしたら、でもあれだ、悪く言うとそういうパフォーマンスって個性がないってことだよねみたいな、そうそうなんだよねって言って、難しいですよねそういうのって、っていう感じです。そうそうとか言ってどうだろう、今日の公演は何だろう、あれ割とあれどうですか、割ともう話し切ったことない、そんなことない、いやわかんない、あのさそう、そのそうリハでね、そう今日その公演の前にリハで事務所でそのチーム A さんもいらっしゃって、ミャオさんとお話できたんですけど、ミャオさんの隣に横山さんがいらっしゃって、そう私横山さんとめちゃめちゃあれなんです、めちゃめちゃ仲良くなりたくてずっと話したかったんですよ。そうだから今日初めて話しかけたんですよ、ずっと仲良くなりたかったんですって言って、そしたらおーみたいな、おーでもないけど、そう私福井なんですって言って、あじゃあ京都と隣やねみたいな、嬉しかったですね、めちゃめちゃ優しかったです。そうゆいはんさんの方ね、そうゆいはんさんの方、それでそうあれだ、でも私そうイメージがっていうか、なんかね1月の私ゆいはんさんに対していいイメージしかなくて、いやそんな悪いイメージ持ってる人その全然いらっしゃらないんですけど、本当にいい方なんだなっていうイメージがすごいあって、1月のチームコンサートの時になんかね、事務所ってなんか映像そのなんか記録として撮っとくっていうか、そのメンバーが見返せるように動画をね撮るんですけど、そのチーム4があのその映像撮れるなんかレッスン場であのフリーレしてる時に、チーム A さんは別の場所でレッスンしてた、まあ、建物一緒だけど別の場所でレッスンされてて、それでチーム A さんあれだ映像だけ撮りに来ますみたいな感じで、そチーム4はあれだ一瞬ちょっとすいませんみたいな感じで、で見てたんです、そのチーム A さんが踊られてるの。なんかねゆいさんちゃんと踊られるよね。なんか一番汗かいて一番動いてなんか頑張ってて、なんかそれがなんか衝撃的でっていうか、なんかあすなんかすごいなって、なんか結構先輩方って、あわさびろさんやわさびろさん誰もありがとう、先輩方できるじゃないですか、できるから結構そのリハとかもそんなに全力じゃない方とかもいらっしゃったりするんですけど、でもゆいさん本当にリハからなんかもう全力で一番動いててすごいかっこいいなってなりましたね。そうあとなんかあれだ、これは別に私がじゃないんですけど、なんかスタッフさんがなんかそのゆいちゃんあれだってなんか人間味があって好きだなみたいな、確かにみたいな人間味がなんか分かり、でもなんか言われてみれば確かにってどう思います？人間味があるって普段の感じで、でもそう今日
そう、 MC とかもあれだ上手でしたし、なんか本当になんかもうあれだって、もっともっと本当に本当に本当にもっと仲良くなりたいなって思ったゆいさん。そう、真面目なんですよね。そうなんです、ゆいさん。そう、背中で見せてくれる先輩のお一人だと思う。そう、チームが違うからなかなかあれなんですけどね。あ、初見です、こんばんは、だってお父さんだって。お父さん元気、元気とか言って、ゆいはん、あ、自分も好きですね、だって。そうだから、そう、あの初めて今日一瞬でしたけどね、お話できて、あのね、めちゃめちゃあれでしためちゃめちゃあれでした、嬉しかったです。そう、 MC もあれで、あれじゃないですか、上手、上手ですよね、すごい面白かったあ、私も真面目だよ、だって。そうかそうかそう、そんな感じかな。あとなんか言いたいことか。あ、レナッチさん、あ、秋山さん、ハートありがとうございます。レナッチさん、なんかクラゲみたいって思った。クラゲだうまく言えない。ドラールさん、タコありがとう。あ、ダッタンさん、ダッタンさんもタコありがとうございます。いや、なんか、いや、それ思ったのはユニットからなんですけど、ユニット、待って、曲名がわからない。1曲目、あのね、あ、レナチク、わかりみ。なんかね、いや、でもそもそもなんかね、その曲のユニットの1曲目が、あ、そう、腕を組んで、それです。そう、そもそもその衣装が結構なんかふわふわしてて、こうステップとか踏むとこうふわふわって なるんですけど、あ、それでまず、あ、衣装がクラゲみたいって思ったんですね。そう、衣装がクラゲだと思って、で、そう、レナチさん見てたんですけど、でもなんかレナチさんの動きもなんか、あ、クラゲみたいってなって、そっからもなんか中盤曲とかなんかどれ見てもなんか、あ、レナッチさんってなんかクラゲみたいだなってそう、なんかクラゲ、そう、しなやかでこう優しく、いや、でも決まるところは決まってるんですけど、こう優しく踊られてて、あ、レナッチさんはクラゲだなって思った。マーボーさん、だるまありがとうございます。そうそうそう、踊り方ね、そう、踊り方っていうか、そう、雰囲気とか、そう、癒される、そう、本当にクラゲでしたあ、刺されると痛いのも似てるからだって。あ、確かにそうかも。え、じゃあ本当にあれじゃんね、本当にクラゲだねっていうか、説明聞いてもクラゲは草だって。本当にそうかな。あ、パイセンオツだって、おひさですだって。元気、こんばんは。そう、え、褒めてます。ガンガン褒めてる。そうそう、見てるだけなら癒される、確かに。あ、前にやってた公演の純愛のクレッシェンドでふわふわしててクラゲやとなったんだってそう、なんかでも一回なんか、そう、クラゲって思ったら、なんかクラゲだって。そう、でもそれが、そう、個性、そう、レナチさんの個性はクラゲだなって。私は何ですかねそう、難しい。そう、本当に、まあ、今度あれやね、ソラさんとかと語り合えたよね。で、パフォーマンスの話ってなんか誰と話しても面白そうだな。そう、でもなんか、やっぱ、でも先輩とかともなんか 話してみたい待って、京香ちゃんはひまわり、なめくじ、何ですか、褒めてますわかんないけどさ、待って、あの、なんかね、あの、ちょっといいですか、ちょっといいですかとか言って、あの なんですか、あのさ、このさ、待って、私こっち側にさ、この辺になんか支援ゲージみたいなの出てるじゃないですか。そう、なんかイベントじゃない、なんかキャンペーン始まったんですよ。そう、いや、さっさと話すよみたいな感じだったと思うんですけど、あの、なんか今日からですよね。あ、ポーチさんだ、ポーチさん、ポーチさん、だるまありがとう。
そう、あ、梅ちゃんもあれや、香取線香ありがとう。そう、それでなんか、そう、今日からその9月の終わりまでだからなんか49日間50日間かあるんですけど、それでなんか50万ポイント達成したらなんかアバター作れますみたいな。あ、ハリケーンさんだ、ハリケーンさんハートありがとうございます。そう、なんかそう、アバターなんか作れる権利がもらえますみたいな感じでそう、なんか興味がっていうか、なんかこれだったらっていうのもあれですけど、でもなんて言うんですかね、でもなんか私なんて言えばいいかもちょっとわからないんですけど、なんかこのイベント本当にあれです、応援してくださいみたいな、そんなつもりもなくて、そんなつもりもなくてって言っても語弊があるんですけど、なんかすごい勝手な、すっごい勝手に考えてるんですけど、なんか私なんかあれです、なんて言うんだろう、そんな毎日配信しない人がさ50万ポイントだったら結構大変だと思うんですが、ちょっとずつのさ配信で50万ポイント稼がないといけないじゃないですか。だから大変だなって思うんですけど、私一応そう毎日やってるから、なんかそんな、なんかいつも通りの配信してたらなんか9月末までになんか達成するんじゃないかなと思って、そう、なんかそう、誰かと競うイベントでもないし、なんか皆さんになんかどんどんなんかギフト欲しい、コメントお願いしますみたいな、なんかそんな、でもだからなんて言えばっていうか、そう、なんか応援よろしくお願いしますみたいな、そう、だからなんていうんですか、お互いこうなんていうんですか、なんか頑張るぞみたいにならずに、なんかそういつも通り、そういつも通り、そう、なんか今日ね、今日からそうキャンペーン始まるからメール送ろうと思ったんですけど、なんかなんかなと思って、そう、でも今日は本当にあれだ、いつも通り、でもなんかそういつもの感じが分かんないから、なんていうの、いつものポイントが分かん、でもなんか特に何にもせずにあれだ、なんかもう40目標達成まで42万ポイントとかだから、あれだ、これで目標達成までなんか49万5千なんとかポイントみたいな感じとかだったら焦ってたと思うんですけど、そう、なんかそんな、あ、そう、だからそのなんていうの、毎日のあれが分かんなかったから、それを知りたかったんです今日は。そう、だからなんていうの、どんな、いつもの感じでどんな感じなんだろうと思って、なんかそれで今日のその感じでなんか達成できそうだったらなんか特にあれかなと思って、特にあれかなっていうのがあれですけど、そう、とりあえず今日はあれです、何の前もって告知もせずにあれだったんですけど、なんかちょっと申し訳ないんですけど、こんばんは、初見です、だってしんちゃんこんばんは、ありがとうございますそう、そんな感じだからさ、皆さんもなんか多分あれです、なんかね、なんか本当にいつも通り、なんかそんないつもカウントしてない方は全然カウントとかしなくても大丈夫だし、なんか、あ、なんかあのあれだ、アバター作ってほしいからなんかギフト投げなくちゃみたいな、本当に大丈夫ですよ、本当にいつも通りで、本当にいつも通りなんかのんびり、あ、いつの間にかみたいな、え、もうなんなら本当にあれです、もう9月の30日とかに、あ、達成したね、イエーイみたいな、そんな本当にそんな感じで、そう、大丈夫なんです、お互いね、こう自然体で自然体でいけたらいいなって、そう、いつも通りで、そう、なんか行ったらいいかなって、お、そう、思ってるんですそう、でもあれだ、でも分かんないけどなんかあれです、今日あれだ、キャンペーン始まった初日だから、なんかあれだ、配信始まった時なんかめちゃめちゃギフト来てたんですけど、あれかな、分かんないけど、ありがとうございますあ、そう、それ言ってた、かおちゃん、そう、申し込み忘れちゃってたんだって。そう、でもね、なんか急だったんですよ、なんか連絡来て、なんか希望者はなんか今日中にお願いしますみたいな、
感じで、でもそうかおちゃんあれだって忘れちゃっててみたいな。そうで、そうなんか作りたかったって言ってたかおちゃん。そうそうなんですよ。あ、翔太や翔太ハートありがとう。これさ、なんかあれだ、このさ、なんか希望者だけその支援ゲージみたいなのが表示されてるらしいんですけど、なんかあれなのかな、一覧みたいなないのかな、なんか このことがなんか誰々みたいな、ないんですかね、わかんないんだけど。なんかないとあれじゃない、ないとあれじゃないでもないけど、なんかルーム入って初めてわかるみたいな感じじゃん、このゲージが。そうそうそう。あ、そうだ、あ、それでなんかそう、もしそのアバターがね作れるみたいなことになったら、あれです、あの期間中に、期間めちゃめちゃ長いです、9月末までに、あれだ、ここのルームで星1個でも投げた方にはあれですよ、あれです、あの届くんですって、アバターが。え、待って、今思ったけどさ、そしたら私自分のアバターゲットできなくない？そんなことない？だってさ、自分のルームにさ星投げできないじゃん。ええとか言って。え、まあまあまあ、でもまあもらえるか、わかんないけど。カネゴンさんや、カネゴンさんかわいい、ありがとう。そうですよね、イベントの詳細あんまないですよね。そう。あ、クロニオンさんじゃん、クロニオンさん、タコありがとう。そう、このイベント順位とかないからいいですよね。そう、なんか気楽にできそうと思って、それならやりたいなと思って。そう、そんな感じです。そう、普段のショールームのイベントはあれです、興味ないんですけどっていうか、お互いしんどいからね、あれだけど、このイベントはあれだ、なんかしんどお互いしんどくないかなと思って、いつも通りでなんかもしかしたらできるかもしれないなと思って。そう、あのあれです、そう、あの希望してみました、参加希望スタッフさんに送ってみました。そんな感じです。でもなんか素敵、なんかこういうイベント初めて、イベントっていうか初めてじゃないですか、キャンペーン、なんか競わない系、私が入ってからはっていうか、なんか初めてな気がするんですけど。アンダギーさんもタコありがとうございます。なんかいいねってなった。ドラさんって他誰かやってんのかな、わかんないけど。どうなんでしょう、他のドラさんなんか知ってる方いらっしゃいます。あれかな、アマホピョンだって。そうなんだ、あ、さっきあれか、通知来てたのはそれか。あ、チーム4は全員だって。アマホピョン結構やってる、だってナズナちゃんとセナタンをやってた、だってマホピョンランちゃん、あ、その辺もやってる、なるほどね。そう、マホピョンさっき通知来てたんですよ、あれ珍しいと思って、今日どうしちゃったんだろうって思ったら、なるほどね、マホピョンもアバター作るんじゃん、良いね、ほとんどやってる、だって空とチャケも、だってクララもナズナが意気込んでた、やって。そうなんや、じゃああれだね、あら、偽物萌歌だ、こんばんは、ドラさん多いよね、だってすごい、じゃあみんな楽しみだね。楽しみだね。そうなんです、ツルが光ったんです、ありがとう。でもあれだな、こういうイベントだったらさ、普段のイベントには参加しない人でも参加していいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。どう思いますか。そう、でもあれですね、そうだから、そう、ゆるーくっていうか、でもなんかあれだな、でもなんか、でもこう、なんていうのが正解なんですかね。でもゆるーくやりましょうとは言いつつさ、でも結局さ、コメントしてくださったりとかさ、星とかさ投げてくださるのは皆さんなわけだからさ、応援よろしくお願いしますみたいなのもなんか言った方がいいのかなとも思うんですけど、でもなんかいつも通りで、そんな、なんか気合い入れてなんかそんなやるのもないから、なんかどうすればいいのかしらと思って、どう思います。なんて言うのが正解なんですか。応援してくださいなのか、あ、ゆるーくで OK、 あ、ゆるーくいきましょうだって、
あ、いつも通りにしてくれればいいと思うよ。本当に、あ、見に来てくださいねぐらいでいっか。いつものいつものだよね。遊びにいつも通り遊びに来てねみたいな感じでいっか。あ、ショールーム見て今日から応援します、好き、頑張ってね。だってお父さんありがとう、お父さん、お父さんありがとう。そう、気づいたら達成してたのが理想ね。そう、それね。そう、アバター、そう、アバターあげちゃうよって、そんな感じです。そうそうそう、そう、そんな感じです。でちょっとあれだ、ランキング読んでいこうかな。鶴が日、次は金曜日に試合だって。今日は何曜日、きっと火曜日当たり。あら、そうなんだ。じゃあ水木、え、休み2日しかないんだね。頑張ってね、選手のみんな頑張って。ありちゃん、ありちゃん暑いね、ありがとうございます。時間がだって今日はあれだ。え、待って、57分じゃん。え、待って、知らなかった。え、本当にまだ50分と、え、さっきさ、もう50分だよみたいなコメント来たら、え、待って、57分なの。待って、早く言って。わかんない、私が見てなかっただけかもしれない。13、シャクルさんありがとうございます。12、キャラニシハライちゃんありがとうございます。11、アヤさんありがとうございます。10位、ヒキちゃんありがとうございます。9位、ゲンちゃんありがとうございます。8位、カピちゃんありがとうございます。7位、タクロウさんありがとうございます。6位、マサトくんありがとうございます。5位、タカヒロさんありがとうございます。4位、ワサビヒロさんありがとうございます。3位、ハルピンありがとうございます。2位がプレさんありがとうございます。そして1位が梅ちゃんです。大きに大きに大きにありがとうございます。そう、本当に普通に30分ぐらいで終わる予定だったので、結局今日もあれですね、1時間ぐらい話してたんですけども、ありがとうございました。明日はちょっと、明日こそ本当にめちゃめちゃ短い配信になるかもしれません。ゲリラになるかもしれません、わかりませんが、よかったら見に来てねっていう感じで、3603人の皆さん配信見に来てくださってありがとうございました。ハートが知れる方よかったらハートをピンクに、あとツイッターもやってるので、よかったらツイッターもねフォローしてくださったら嬉しいです。もうすぐ左利きの日が終わるということで、明日から人権なしです。ピエンちゃん、ピエンピエンマックスです。そう、そんな感じで、そう、 AK ビンゴあれです、多分あれだ、なんか画面の片隅になんとなく映るかなぐらいだと思うんですけど、そう、よかったら、でも本当に楽しかったんで見てくださいぜひ。あとマホピョンの大森父ちゃん、大森じいちゃん、本当に好きになったから、そう、ぜひぜひチェックしてください。そう、大森一家本当によかったよかったとか言って、そう、なのでぜひぜひ見てね。あと40秒だって、なんか話します、あと40秒で、なんかあるかな、なんかあるかなとか言って、でもあれですよ、いろんな家族が出演されてて、こんな感じなんだっていうのが、そう、めったにそういうのないじゃないですか。だからぜひぜひチェックしてください。放送見れない地域の方もね、フールと映像倉庫で見れるので、よかったら、あ、再販ぜひポチポチしてくださったら嬉しいです。ではでは、あとなんかある、あの、なんかある、そう、そんな感じ。またね、おやすみなさい、バイバーイ、またねー、おや